どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は私がここで YouTube を撮影しているこの撮影部屋でいろんな植物を育てているので、このいろんな植物の紹介をしたいと思います。ざっと数えてみましたら40種類ぐらいの植物をここで育てています。以前から私のこのチャンネルを見てくださっている方でしたら気がついたと思うんですが、新しい栽培用の棚を作りました。以前はこちらにだけミニ植物工場を置いていて、こちらは別の棚を置いていたんですが、今回ここに新しくもう1台増設したんですね。なのでこのミニ植物工場2号機の様子もご紹介したいと思います。この1号機を作った時に学んだコツというか、こうやった方が、より便利みたいなのをこっちにちょっとね注ぎ込んでいるので、そのあたりもご紹介します。なので今回はこちらの YouTube の撮影部屋の植物が気になる方とか、このミニ植物工場をよりよくアップデートしたものについて気になる方はぜひ最後までご覧ください。ではまずはこの植物の紹介をして、それからミニ植物工場の紹介をします。それでは室内で育てている植物を紹介していきます。こんな感じです。今は12月末でして大掃除をしてます。はい、なのでちょっとね植物をこんな風に集めました。でそれから外がかなり寒くなってきたので室内に取り込んでいる植物もあります。でこちらが今まで使っていた棚で、こちらが新しく購入した棚です。それからこの設置と工夫の点も紹介します。じゃあ一個一個見ていきましょう。ただ種類が40種類ぐらいあるのでかなり飛ばし目でいきます。じゃあまずはこの辺りからいきましょう。まずですね、この水耕栽培に使っていたこのコンテナを使ってプランターとか植木鉢の水を受けてます。であとこっちは10番っていうやつですね。こういったもので受けてます。こういう大きな植木鉢は普通にこう底に敷いてますね。はい、じゃあ見ていきましょう。この辺にあるのはパイナップルです。サンスベリアです。ちょっと背丈が短いタイプですね。であとここに折り鶴蘭がありまして、でこれはちょっと寒さでだいぶダメージを受けてしまいました。外に置きっぱなしにしていたら寒波がやってきてだいぶ枯れてしまったんですが、一応芽はね生きているのでこれから回復してくれると思います。はい、でそれからこれはヒメモンステラです。こうつるが長く伸びるタイプのヒメモンステラがあります。再生栽培で育てているミントとか、あとは観葉植物、ちょっとこの樹木系の観葉植物とか、あと再生栽培で育てている柑橘ですね。ちょっと枯れてきちゃってるやつもありますが、種から育てているやつとか、このダイソーで買った観葉植物とか、ジョイフルホンダっていうホームセンターで買ったガジュマルですね。それをこんな感じの鉢に自分で植え替えて育ててます。だいぶ葉っぱも大きくなってきましたね。はい、でそれからこれはアイビーです。でこれは動画の撮影するときによく私の後ろにこう吊るしていたやつですね。でこれも寒波で寒さに当たって紅葉をしてます。でも別に枯れているわけではないので、このまま冬の間は室内で育てる予定です。同じようなのがこっちにいっぱいあります。実はアイビーかなり増やしてまして、4か5ぐらいありますね。であと折り鶴蘭もあったり、あとこれポトスですね。でポトスもちょっと寒波の影響でだいぶ葉っぱが枯れてしまったので、枯れてしまった葉っぱは切り取って元気なものだけ残しています。でこの奥にあるのがモンステラです。かなり大きいですね。このモンステラもまた別の動画で詳しく紹介しようかなと思ってます。はい、であとここにベンジャミンですね。ベンジャミンがあって、これもね枝をかなり剪定しないといけないんですが、ちょっと今ほったらかしにしてます。その下には観葉植物系ですね。アスパラとか何種類かあります。ここに 3,4 種類ありますね。でこの辺も、植え替えたやつです。この観葉植物の植え替えとか土も自分でオリジナルでブレンドしてるんですが、それはねまた別の動画でご紹介しております。はい、でここにあるのがエアープランツです。エアープランツは100円ショップで買ったものとか、あとは、園芸店っていうんですかね、お花屋さんで買ったものとかがあります。でこういう吊るすやつとかは
ダイソーで買ったあのバナナを吊るすやつです。バナナを吊るすやつにこのガラス容器に入れて育ててます。で、あとこれはね、苔です。苔の育て方の動画もご紹介してたんですが、こんな風にね、その時の苔が元気に育ってます。こんな感じです。アイビーは一鉢買って、それをどんどんね自分で増やしてます。ここにあるのはパイナップルです。でかいやつですね。1年8ヶ月ぐらい育ててるやつです。2022年には花が出て実が収穫できるんじゃないかなと思ってます。はい。でこの後ろにあるのが、これアボカドです。アボカドの木も今3年目ぐらいだったかな、だいぶ大きくなりました。まあ、これはねなかなか実はならないんですが、10年ぐらい育てるか接ぎ木をするか、それかあえて根域制限をするとか、そういった工夫をやると実がなるとのことなので、まあ、もうちょっと頑張って育てようかなと思ってます。はい。でそれからこれがカポックです。これも観葉植物です。まあ、なかなかいい感じのボリュームになってきました。はい。でここにまたパイナップルがありまして、この辺ね観葉植物ですね。ここにも観葉植物がいろいろあるんですが、例えばモンステラとか、これ生育悪いんですよね。葉っぱが黄色くなっちゃったりとかしてて、やっぱりカポックがあったりとか、はい、こんな感じに何種類か育てておりまして、またここにアボカドがあったりとか、ツルムラサキを再生栽培で育てていたりもします。はい。じゃあここからこのミニ植物工場の棚に行きましょう。この辺にあるのはイチゴです。四つ星っていう品種を育ててます。この辺はエディブルフラワーです。ビオラとかパンジーとかナデシコとか、そういった感じのお花をね育ててます。まだちょっと花は咲いてないんですが、そろそろ花が咲く予定です。はい。でこの上に来まして、これはビカクシダです。板付きに、自分でしまして、こうやってねビカクシダを育ててます。でその奥に行きますと大きなエアプランツがあって、この手前にあるやつ、これはガラス瓶の中でサボテンを育ててます。もうこれも 2,3 年育ててますね。本当はこの植え替えもしなきゃいけないんですけど、ちょっとめんどくさくてやってないです。でこのガラス瓶と寒天の培地に関してはもうすでに30個ぐらい用意されているので、ウイルスフリー苗を作るっていうのをねこれからやっていく予定です。その辺の動画もアップしてますので、組織培養が好きな人はぜひ見てみてください。はい。でここにあるのもイチゴです。ちょっと最近世話をするのをサボっているので、あんまり状態としては良くないんですが、もう花がね咲いて実ができてきてます。はい。でこの上にもビカクシダがあって、エアープランツがあって、さらにねエアープランツがあって、あとはリボライスって言って、玄米からお米を再生栽培させるという方法で育てた、このペットボトルで育てたお米がここに飾ってあります。もう収穫せずにインテリアとして飾っているという感じです。またエアープランツが何種類かあって、サボテンがあります。でサボテンのこの容器は私がメキシコで買ったやつですね。私メキシコが好きで今までに 4,5 回行ってます。中南米行くときって乗り継ぎでメキシコに寄ったりするので、その時にねついでに行ったりとか、まあメキシコだけの旅行したりとか、そんな感じで行ってます。これは水耕栽培で育ててる観葉植物です。ヒメモンステラとかですね。ダイソーで買った観葉植物がこんな感じに何種類かあります。でこの後ろに行くとビカクシダがあります。8株かな。はい。これも自分で植え替えて育てております。ビカクシダについてもまた動画を作る予定です。はい。だいたいこんな感じです。これで、まあ、ざっと40種類ぐらいは植物があったと思います。じゃあここからは後ろに見えるミニ植物工場のこっちへの引っ越しというか、2つの棚に増やすみたいな、そんな感じのことを紹介していきます。でまずね、普通にミニ植物工場の作り方は別の動画で紹介しているので、基本的な部分はその動画を見ていただきたいんですけど、まあ、それにプラスで付け加える話とか、こういう道具あると便利だよっていうものをね紹介していきます。まずね、こっちにあってこっちにないものなんですが、一つはこの
天井にくっついてる突っ張り棒です。これはねやっぱあった方がいいですね。最近関東周辺でも地震が多いので、こういう突っ張り棒を設置しておくと地震が起きてもこの棚が倒れないので、これはもうつけた方がいいと思います。でこんな感じのものです。もうねこっちの棚用のものも買ってあるので、これからこれをこの上の部分に設置します。まあ設置の仕方とかは説明書を読めば書いてあるので、その通りにくっつけてください。でこうすればね地震が起きてもこの棚が倒れるってことはないはずです。でもう一個ね、おすすめのものはこの棚の下に透明な板を設置してあります。でこっちは設置してないです。でその板は、こんな感じのものです。硬質クリアシート 91×46cm 用というので、もうこのね、アルミのこの棚にぴったり合うサイズのこういうでかい透明な板が売っているので、もうそれをつけましょう。そうするとなんかゴミが落ちたりとか水が落ちたりとか、そういった心配がなくなります。あとはちょっと細々としたものなんですが、これは火災報知器です。まあ、やっぱ植物育てているといろいろ電気を使ったりするので、まあ、もしね、そのコンセントから火が出たらどうしようとか心配されている方もいると思うんですが、まあ、こういう火災報知器を、まあ、念のため置いておくといいかなと思います。煙を探知するタイプのものです。まあ、これをね設置してます。あとはこの部屋の室温とか湿度は記録しておきたいんですよ。そうすると植物の生育とかに役立つので、で私はこういう温度計を使ってます。でこれは、スマホとテザリングで接続をしてデータを収集することもできますし、これとはまた別のものを買って、でそれと接続すると Wi-Fi とつながるので、どこにいてもこの温度とか湿度とかをスマホでモニタリングできるようになります。まあ、大体ね温度と湿度だけとりあえずデータとしてはあれば植物育てる上でいろいろとね参考になります。例えば、部屋の最高気温とか最低気温、そういったデータがあるといいですね。5時ぐらいに何度まで寒くなっているのかとか、昼の12時から2時ぐらいどこまで温度が上がっているのかとか、そういったのを記録できるのですごく便利です。でただこれだとやっぱ温度と湿度しか記録ができないので、もうちょっとデータを取るためにこれも設置する予定です。これはアトムカムスイングと言いまして、インターネットと接続するとどこでもスマホとかタブレットからカメラの映像を見れるというものです。でこれは首振りの機能もついてますし、防水の機能もついているので植物を育てるときにすごくいいと思います。今まではアトムカム2っていうのと TP リンクっていうところのカメラをこのね植物根性の棚に設置をして遠隔でモニタリングしてたんですが、もうその2つのカメラの機能を1個で、賄えるっていうものが出たので、これを設置する予定です。例えば出張が多い人とか、外出している時も室内の様子をモニタリングしたい人とか、これがあるといいと思います。はい、もう一個ね、このカーテンを自動で開け閉めする道具、これも設置する予定です。これスイッチボットっていうシリーズでして、これとね一緒です。だいたいこのシリーズと結構便利だなと思って使ってます。でこれを設置しておくと、はい、この後ろに今カーテンが見えていると思うんですが、この開け閉めを今手動でやってます。朝開けて夕方になったら閉めるという感じです。で地味にそれが面倒くさかったりとか開け閉め忘れちゃう時があるので、これをね使って自動化しようと思ってます。これをね使えば決まった時間で開け閉めをしてもらえるので、この後ろのカーテンの開け閉めが自動化できて、夕方に閉めてもらえれば夜の間若干の保温効果が高まりますし、朝になったら開けてもらえれば朝日が室内に入って植物が光合成できたりとか室温が上がったりとか、そういういいことがあります。はい、これもね、この上の部分につける予定です。それから今回ちょっとこだわったのがこのラックの高さです。特に一番下の高さです。でなぜかというと、この床の掃除機を使ってるんですよ。自動で掃除してくれるっていうやつです。でただね、これ一つ問題があって、これは今棚をできるだけ低い位置でつけてるんですね。でそうするとこの掃除機がこういった時に
今こうギリギリ通れたんですけど、なんか結構ねここにぶつかるんですよ、この角にガンガンって高さ的にこうぴったりすぎて、なので、こっちの新しい棚の方はこの一番下の高さをここじゃなくてもうちょっと上げました。でそうすることでこの自動掃除機もこう楽々とここにこれだけ隙間があるので、ぶつからずにこの下を掃除してくれると。これはねちょっとだけこだわりました、もしかしたら結局ここにぶつかっちゃってこうねあんまりうまくいかないかもしれないんですが、ちょっとこれで試してみようかなと思います。それからこれがスイッチボットの温度計を Wi-Fi と接続するための道具です。これを使うと Bluetooth での接続じゃなくて Wi-Fi 経由での接続ができるようになります。はい、じゃあこのね棚をちょっとこっちにも分け与えるというか、半分ぐらいのこの装備をこっちにも移動させて棚を2個に増やそうと思います。はい、じゃあここからはこの移動をやっていきます。早回しで見ていきましょう。はい、今この LED とそのコードを外したので、この上に固定していきたいと思います。この上の棚も同じです。でもファンはここに取り付けました。こっちのこの2つの棚の準備ができたので、こっちのものをこっちに移動させて、あとこっちのちょっと下段の高さ調整とかそういうのもやります。こっちの新しい棚はこんな感じです。今ここにイチゴの栽培槽があって、その上にこの LED があります。でこの上の棚もこの透明な板があって、でこの上にはこの LED があります。はい、こんな感じです。はい、とりあえず大体できました。ちょっとじゃあコンセントをつないでみましょう。はい、こんな感じです。ここに LED2 本、2本、2本で、ここ0、2本、2本、1本、1本、こんな感じになってます。で、ここビカクシダってイチゴとかエディブルフラワーがあって、ここ観葉植物があって、この下にも観葉植物があります。で、ここが観葉植物とか苔とかエアープランツがあって、イチゴがあって観葉植物、あと観葉植物、観葉植物、パイナップルみたいな、はい、こんな感じです。はい、とりあえずね、今日の作業はここまでにしたいと思います。疲れました、めんどくさいです。ではまあこれで冬の間も植物が元気に育ってくれると思うと、やった甲斐があったかなと思います。この辺の背丈が大きな植物は棚には入らないので、この辺に置いておきます。で棚はこんな感じです。今ちょっとかなり明るすぎると思いますが、 LED がついているので、その明るさもどんな感じか分かるんじゃないかなと思います。はい、この光があれば植物は育ちます。でこのお隣ぐらいに置いておけば、この辺も木漏れ日というか LED の光が若干ね出てくるので育つと思います。こっちも同じですね。この辺までは光が届きます。でこの辺まではちょっとあんま届かないんですけど、何にもないよりはマシかなという感じです。でそれからコンセントはこの10個のプラグが刺さるやつを使ってます。で雷ガード付きです。でここにメインのスイッチがあるので、これをオフにすると、はい、こんな風に全部消せます。でこれをオンにすれば全部つくという感じです。であとはこのコードの先がコンセントタイマーというタイマーにつながっているので、朝自動的にスイッチがオンになって、夜になると自動的にスイッチがオフになるというそういう設定にしています。こんな感じです。この上に突っ張り棒もつけました。なのでこう地震があってもこの棚がこっちに倒れちゃうっていうことはないと思います。2本つけてます。でこっちも2本つけてます。
はい、今カーテンの設置もやりました。こんな感じに自動で動きます。これは朝7時に開いて夕方5時に閉まるようにしました。これでカーテンが自動で開け閉めできます。ここにカーテンレールを自動で動かす機械がついていて、そこにこれをこう挟んでる感じです。はい、これで OK です。アトムカムスイングの設定も終わりました。こちらのスマホの画面でいろいろと操作ができます。例えばこれを押すとこうやってカメラが動きます。こうやってやると上を向きます。でそうするとこう画面にね、このカメラの映像が映ってます。はい、こうやってやると私が映ってます。このようにして遠隔でも植物の状態をモニタリングできます。はい、というわけでこんな感じで私はここで40種類ぐらいの植物を育てていまして、それからミニ植物工場も1号機と2号機この2台で今植物を育てています。小さめの部屋ではあるんですが、こんなにたくさんの植物を育ててます。ただもちろんこれはこの冬の間だけですね。もうちょっと暖かくなったら植物はもっとね、こうベランダとか庭とかそういったところで育てます。ただ冬は寒いので、こうね、だいたい室内に入れて冬越しをさせるようにしてます。はい、というわけで今回はこの撮影部屋の紹介をしました。でただね、まあ、この辺の植物の紹介だけに終わりまして、実はですねこの辺りにもこう押し入れがあったりして、すっごくたくさんの園芸グッズが入ってるんですよ。いろんな肥料とか、まあ農薬もありますし、それから水耕栽培関連のグッズ、あともう野菜の種がめちゃくちゃいっぱいね、あったりとか、まあ、いろんなものがあるので、まあ、そういったものをねこれから少しずつ紹介していこうかなと思います。はい、では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。